お、そこにでかい。いや、欲しい。違うんだよ。皆さん、おはようございます。ただいまのアイナトーン時刻は2023年8月26日土曜日の午前11時17分です。本日は夕方6時まで広場で今シーズン3回目の虫取り大会が開催されています。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。めちゃくちゃカッパだ超カッパだ。まあ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 、今回はあるね、ちゃんと網は。どうも。あら、アイナさん、しばらくぶりじゃない？アイナとは相変わらずよ。お散歩がてら見て回ってきたら素敵ね。いい格好をしてるね。虫取り大会は真剣勝負よ。今日はお互い普段の網さばきを発揮できるといいわね。素敵ね。普段の網さばきが別にそんなに素晴らしくないんだけどもね、私まあ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 、てか虫いなくね。みんなめっちゃ参加してんな。あ、アイナくんずっとお留守みたいだったから心配してたんだよ。そうそう、君がいない間にすごいことがあったんだ。なになに？あのねなんだっけ、その話はまた今度ね。だぞ。そのまた今度がいつになるのか昨日夢の中で虫取りの練習をいっぱいしたんだ。さて練習の成果を見せるぞ。だぞ。いいね、なんか夏休みの少年って感じがするよ。すごくちょっとずつ虫増えてきた。今かな、始めるなら。いや、虫取り大会開催中だぞ。夏ならではのエネルギーに満ちた虫との触れ合い、楽しみすぎる。虫取り大会のルールは簡単だ。制限時間3分以内にとにかくたくさん虫を捕まえるだけ。捕まえた虫の数に応じてポイントがもらえるぞ。たまったポイントは俺が選んだとっておきの虫グッズと交換できるから、ぜひ頑張ってくれ。なんか白熱してんな、後ろ。ちなみに捕まえた虫はそこのテントの下の虫かごに入るようになってるからな。要は網一本さえあれば持ち物の空きとか気にすることなくいつでも参加できるってわけさ。ってことで虫取り大会に参加するかい？今日初めての人は参加費無料だぞ。参加します。お、そうかい、歓迎するぞ。それじゃ今から3分計るからな。どんな虫でもいいからとにかくたくさん捕まえるんだ。3匹以上でボーナスポイントもつくから、まあ頑張ってくれ。じゃあ行くぞ。よし、スタート。個人的に釣り大会より虫取り大会の方が好きなんよね。わかるいや、なんかなんとなく釣りより楽しくない？釣りよりも、私はやけど、取りやすいっていうのもあるけど、って言いながら川に飛び込んでいくかと思った。よしよし。あ、ごめんね、はなちゃん悲しげな顔になった。あ、でもありがとう。さっき殴ったばっかなのに喜んでくれた。そしてセミを逃がしたそっか、まだセミがいる季節だな。あ、逃げたー。待って、じゃあそこの君は。よっしゃー、やったね。ミヤマクワガタ捕まえた。そう、あんまりね、木の多いとことかダッシュしたら逃げていくよね。どうだ、いねえか。これさ、島に咲いとる花が多かったら虫が増えるとかなんかあるんかな。なんか蝶が増えるとかさ。あ、なんかハナカマキリとかはさ、花にしかおらんのじゃない？ってことはやっぱり花の多さが虫の多さに関係してくるような気がするな。蝶々とかもさ、まあいろんなとこ飛び降りはするけど、穴の上飛び降ることが多いなぁと思うし。トンボ何匹までいけるかな。あっちの方にプレゼント飛び降るのもめっちゃ気になるけどまあでも今はね、ムシムシ10匹突入した。もうちょい行きたいんやけど、やっぱあれか、12、13匹ぐらいなんか。今までそんな感じやったかな。釣りは絶対そんなに釣れんやんか多分12、13ぐらいなんか行っとった気がするけん、それはおそらく虫の方なんじゃないかと。ここで終わり。虫取り大会フィニッシュ。11匹だった。どうも。あれ、アイナくんだ。しばらく見かけなかったけど、どっかお出かけでもしてたの？さては美味しいものでも食べてきたんでしょう。お土産とかあるのかな。弟子何その顔。ないよ。いや、どうだった？虫たちの息吹は感じられたかな。チャレンジ中に君が捕まえた虫はそこのテントの下の虫かごに入ってるから確認しておいてくれ。あ、いらなかったらもちろん全部俺が買い取らせてもらうから、その時はぜひ声をかけてくれ。高いやつ持ったよね。でもまずは結果を発表しておかなきゃな。虫かごに入った虫の数は全部で11匹。3匹以上だからボーナス発生だ。すごいじゃないか。全部で13ポイント獲得だ。獲得したポイントは手持ちのポイントとして自動的に溜まっていくぞ。ポイントが溜まれば俺が選んだ虫靴と交換できるんだが、まあ詳しいことは後で聞いてくれ。20匹ぐらい行きたいんやけど、さすがにそれは無理かな。そしてちょっと待って、違う。あ、これは花の、いや、道の上かこれは。よいしょ。イエーイ。中身はマガジンラック L。 ちなみにおお、もうでかかった。そっか L かびっくりした。めっちゃでかかった。なるほどなるほど。どうしよっかな。ここのカフェにでも置こうかなと思ったんやけど、でかいか。いや、でもこの辺別に置けるんじゃね。まあ邪魔ではあるけどいやでも見た目的にはね。は、もうちょいあっちに寄せたいなもうちょいあっちに寄せたいけど、まあいっか。こんな感じで。イエーイ、マガジンラックが増えた。さあ、じゃあちょっともう一回最高の20匹行きたいんやけど、さすがに無理かな。どうした？捕まえられなかったのか。さっきまでその辺虫おったと思うんやけど、消えたか。これさ、あれ？この他の住人たちが虫捕まえようとしよるやん。それ取り逃がしたら普通に虫消える感じ？やめてくれよ、邪魔するのいや、まあ本人たちもね、邪魔しよるわけじゃなくて頑張りよるんやろうけど、やめてくれよ。あ、蝶。はい、1匹で、ちょっと木が多いところはね。あっ、くそー、そこの半妙。あれ、よし、2匹。オッケー、オッケー。そこのつくつく帽子。ああ、逃げたー。くそー、くそー。他は何かいねえか。あ、そこバッタが飛び寄った今。イエーイ、少量バッター。はい、3匹。これでボーナスついたね。お、そこにでかい。いや、欲しい。違うんだよ。お互い頑張ろうね。あは。やっぱみんな追いかけるよね。アレキサンドラを鳥羽値上げ派。ね、その辺、あ、いたいたいた。バッタもおったなと思ったんよ。ああ、皮ぽちゃした。お、そしてトンボ。キキー。ちょっと待って。早いって。はい。最高の20匹いきたいんやけど、さすがに無理かな。目指せ20匹。え、今そこを飛んでいた蝶はどこへ？君か。はい、1位。さっきそっちの方にも蝶飛び寄ったやろ。おっと、トンボ。むずいか。トンボで時間取られるんよね。やめた方がいいか。やめとくか、とりあえず。時間を無駄にするわけにはいかない。今そこにバッタがいたんじゃないか。え、いない。カワポチャですか。やった、捕まえた。2匹。そしてそこに蝶がいるんだけども、上まで上がっていく時間が。お、今なんかセミが。あー、くそ、逃げたか。さっきその辺に蝶々が飛んでいたはずなんだけどもな。消えたか。わらわら蚊とか集まってきてくれていいよ、今なら。今なら全然いいですけど。やべえ、2匹。なんか鳴いてんな。バッタ3匹。なんか鳴き声聞こえたけど、あれはバッタじゃないよね。こっちか。いねえな。そう、今の絶対捕まえれたと思ったのに。イエーイ、向こう行った。ん、今そこおらんかった。蝶かと思ったのにトンボか。え、5も捕まえれなかったですけど。ないわー。くっそくっそ、悔しい。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これ最高、みんなどれぐらい捕まえれるんやろ。でもさ、湧いてくる時間もあるけんさ、やっぱそんなには捕まえれんのかな。でも上手い人は20ぐらいは余裕で来れそうな気がするね。私でも11、2、3ぐらい行くわけやけん。取り逃がしとか少ない人やったらね。くそ、いつか20行きたい。